どうも、一般人男性の認知プロファイリング探偵ひまぞらあかねです。助手のなるこです。今回、12月28日の住民監査請求監査結果に対し、住民訴訟を提起しました。被告はゆり子と都庁職員です。ゆり子訴訟2つ目ですね。都知事相手に同時に訴訟を起こすやつが一般人男性なわけがあるか。わかんないっぴ。今回の訴訟の争点としては、住民監査請求監査結果のうち前半部分。僕の指摘が、票3を理由に、妥当でないと退けられまくったことを訴える内容となっています。あれひどかったですもんね。票3よし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 って。また、住民訴訟の目的としては、都の財産である公金が不正に支払われたのであれば、それをコラボ、または責任者であるゆり子や都庁職員が賠償しろという裁判となっています。だから、おそらく、被告に、コラボとセブンナイツの補助参加してくると思います。会計でも、きっちり裁判できますね。ところで、セブンナイツが、第1期メンバーから入れ替わって、第2期メンバーになったそうですよ。え？第1期セブンナイツメンバーは、角田幸子、神原はじめ、丹野誠、堀慎、太田恵子、中川拓、永田亮、大田井早子。第2期セブンナイツメンバーは、3名が抜けて2名が追加され、名実ともにセブンナイツへ。また順番も変わりました。神原はじめ、太田恵子、堀慎、丹野誠、中川拓、岸本秀次、生間雄星のようです。団員の入れ替わりってことは怠慢でもしたのかな。順位も入れ替わってるってことは高奪戦なんなんでしょうね。普通裁判が始まるよりも前に弁護団が入れ替わることってあるんですか。うん、ネトゲ戦記のグラニ裁判でも相手弁護団は何度も入れ替わったけど、まともに始まる前に入れ替わるのは初めてだね。あ、グラニ裁判で僕側の弁護団は一度も入れ替わってないよ。途中で一人増えたぐらい。セブンナイツは最終的に何人入れ替わりますかね。知らない。というわけで訴訟はノートで有料販売しています。被告は有料ノートを買えば裁判所から送られてくるのを待たなくても読めますよ。とても親切で騎士道精神に溢れてますね。ノートへのリンクは動画の概要欄にあります。というわけでゆり子&コラボ、対戦よろしくお願いします。